義手四十七図、木村岡右衛門貞幸、木村貞幸元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂浪士四十七士の一人、通称は岡右衛門。万寿元年、赤穂藩浅野家の普代家臣、木村宗兵衛の子として、赤穂にて誕生。母は大岡寺左衛門の,の娘。弟に、木村玄衛門。姉と妹も一人ずついた。天那三年に、父。 宗兵は死去したが、貞行が家徳したのは、この数年前と見られる。阿公藩内では、馬回り役県絵図部業職にあり、150国取りで、あった。また、学問に熱心で小川茂助から陽明学を学んだ。同じ阿公は佐野家家臣の牧太郎左衛門の娘を、妻に迎え、その間に、次男事情を設けた。元禄十四年三月十四日に、死君、 朝野長典が、吉良義仲に人情に及んだ際には、阿コに会った。はじめ大石義雄に、新聞決版書は提出せず、名約には加わらなかったが、阿コ城上会場業務には、江津奉行として参加し、残務処理終了後は、加藤軍に移り住んだ。元禄15年1月になってようやく、山品の大石に、新聞決版書を提出。またこの頃にを大阪へ移し、 長男、木村宗十郎は仏門に入れている。9月25日に、江戸へ下校。石田左前と名乗って本所林町の堀部、竹爪尺屋に住んだ。吉良邸内入同期の際には、裏門隊に属した。吉良を打ち取った後、伊予松山藩主、松平氏自家庭に預けられた。元禄十六年、同期家,家臣の宮原久代優の解釈で切腹した。去年四十六。 主君、浅野長典と同じ江戸の高輪千学寺に葬られた。法名は波通り、広志賢神寺。なお臨在宗の僧、万景禅寺の弟子でもあり、法名、永武宗春神寺を授かっており、うち入りの際にもこの法名を書いたものを左肩に縫い付けていたという。ありがとうございます。